はい、皆さんこんにちは。後ろに見える物置をついに、今日片付けるためにまたこの牧場にやってきました。前回まあこの物置に物をしまって帰ったんですけど、まあ、例えばこれとかそこにある椅子、こういうのとかはもう全部、まあ、こういう状態です。もうテーブルとかそういうのも全部ひっくり返されて、ここにある冷蔵庫もこれ、まあ、壊れた冷蔵庫なんですけど開いちゃってるし、前回来た時から比べてどうしてこんなになっちゃうのっていうぐらい、ひっくり返されてます。全て見てわかるように、これ全部羊のうんこ、全部羊の糞がこう、ビルドアップした積み重なったもので、とにかくこれをこんだけ汚れてるんで、ちょっとどうにか片付けたいと思います。あと向こう側トラクターが入ってる方も、すごいことにもうどうしたのこれ、こういう状態なので、とにかく片付けた上で、この入り口自体を塞がない限り、また片付けても片付けても入ってくると思うんで、まあその辺も含めてちょっとなんとかしていきたいなと考えてます。ちょっと怒りを覚えるぐらい荒らされてますね。まずこの床に散らばった糞どうこうというより、まずこの落っこってるものをとりあえずこう綺麗に拾ってって、その台の上もちょっと片付けて、そっちのちっちゃい扉の中は動物が入れないようになってるんで、なんとかそこに物をしまってから、まあ、この床とかを整理していきたいと思います。とりあえずはこっち側のこっから半分ですね、こっから半分をなんとか綺麗にしていきたいと思います。ちょっと今日はマスクしてやろうかな。工具とかもなんかネジとかもいろいろ落っこってるんだけど、うんこね、これはちょっと気が遠くなるな。もうチェーンがもうチェーンじゃないほどうんこが詰まってるわ。Thank you.
もう、あまりに物が散乱しすぎてて、どっから何に手をつけていけばいいのか、本当に気が遠くなるな、これ。全部糞尿の上でやらなきゃいけないんで、ちょっとへこたれそうです。まだこうやってみると、片付けなきゃいけないものは山ほどあるんで、これゴミ袋にしようとして、もう今持ってきたんだけど、全部これネズミにかじられて穴が開いてるんで、ネズミを取るための、これ要はゴキブリホイホイみたいなやつだけど、もううんこホイホイになっちゃってるよこれ。溶接に使う棒なんだけど、これもうこんなに下に落っこってるんで、もうゴミとして捨てちゃおうと思います。これね、なんでこんなに物がいっぱいあるかっていうと、この牧場は一番近い町から40分、片道ね、片道40分離れてるんで、いつか使うかもしれないとか、あと自分で修理をしたりするのに、細かいものが必要だったりすると、40分かけて、町に行って買い物して、40分かけて、例えばこのチェーンの端っこの、たったこれだけのために行くことになってしまうんですよね。だから、何でもかんでも、こっちの田舎に住んでる牧場の人っていうのは、取っとく、まあ、習性というか、節約があるんですけど、実際ね、まあ、10年、20年経っても使わないものっていうのはごっちゃになっちゃってて、ただ物がどんどん膨れ上がったり、本当にネジ1個でも形の合わないネジがあったりすると、もうそれを、ね、往復で1時間半、2時間かけて買いに行かなきゃいけないので、どうしてもこういうふうに取っとく傾向になるんですね。なので、こういうふうに残してあるものがだんだん溜まっていっちゃって、そして羊にひっくり返されてめちゃくちゃになってるっていう状況。ネズミのミイラが出てきました。
始めてからしばらく経ちましたが、あんまり変わってないですね。もう物が多すぎて、まあちょっとまとまってきましたけど、さらに、とりあえずこっちが半分、この、下に落っこってぐちゃぐちゃになってるものは、使えるものは全部この棚の上に置こうと思います。そうすれば、また、荒らされずに済むんで、とりあえず床の上からすべてなくせば、荒らされることもなくなるんで、とりあえず床の上のものをどんどん、処理して、ここもちょっといらないものといるもので分けていき、いってます。これ大きいものがここに置いてあって、それどけたら、下からコンクリートの色が出てきました。本来この色なんだけど、ちょっと夢中になってやってましたけど、休憩します。帽子見てもらうと分かるんだけど、これ全部粉っぽいのは芝生と土と、あと羊の糞ですね。はい、今朝来たらこの量の羊が、入ってました。まあ